おはようございます。オーメンズイレブンです。現在朝の9時、軽井沢ショッピングプラザにいます。凄まじい霧と寒さの中、朝食を食べに来ました。平日の朝早い時間帯ということもあり、静けさが漂う。あまりの寒さですぐフードコートへ逃げ込んだ。朝から肉がうますぎた。朝食を食べながら本日の目的地を決めた。もう一日だけ長野県に滞在することに。本日の目的地は善光寺と松本城。同じ長野県内でも移動距離は遠い。高速に乗るとガラスがすぐに汚れるので、できるだけ高速道路に乗りたくなかった。時間短縮のため致し方がない。高速道路の唯一の楽しみといえば、サービスエリアで飲めないコーヒーを買うことだ。お気に入りのコーヒーが整理中だった。やむを得ず他の自販機でコーヒーを買うことに。味が全然違う。失敗した。高速を降りてから下道で目的地までの道のりが私の楽しみな時間だ。少しでも風情ある風景を見かける。少しでも善光寺に到着。学生の頃に来たことがあるかもしれない。私の場合、観光地に来ただけで満足してしまい、そこの土地の歴史や背景に関してはほとんど調べない。雰囲気だけ味わえればそれでいい。足早に善光寺を観光した後、再び車を走らせた。善光寺から松本城に向かう途中でワイナリーがあることを教えてもらい、向かってみることにした。
山の方へ向かうにつれてブドウ農園が増えてくる。到着。それよりもガラスの汚れが気になる。標高の高い地域の雰囲気を見てくれ。芯から冷える寒さだが癒される。私は運転手のためワインの試飲ができなかったが、友人たちはガブガブ飲んでいた。気がつけば午後の4時。急いで松本城へ向かった。まもなく大手二丁目。なんとか営業時間内に到着。以前来た時はもっと大きく見えた気がする。私が大人になってしまったからだろうか。せっかく松本城に来たので天守閣まで登らなければ。急な階段は松本城名物である。あまりにも急すぎて下りで太ももがやられた。ここが天守閣。景色だけ撮影してすぐに城を駆け下りた。桜と城の組み合わせ、まるで俺とお前のようだ。突然雨が降ってきたので急いでホテルへ向かった。チェックインの際におみくじをもらった。撮影しながら思わずにやけた。本日も仮眠を取る時間がなかったのでそのまま居酒屋へ。至福の時間だ。山賊焼きがマジでうまい。酒が進む。焼きの量に胃もたれを恐れたが、最後まで美味しく完食することができた。2軒目でバーへ行く予定だったが、あまりの寒さにホテルで部屋飲みをすることにした。
酔いと疲れもあり、昨日に続いてすぐに寝てしまった。朝だ。曇った窓からでもすぐにわかるくらいの晴天。さあ、次はどこへ行こうか。